子女の友人を見て、それから元生徒さんたちを見て困ったという状況になっている。で、よくあるのが日本語でも英語でも論文が書けないという例です。早稲田大学の国際教養学部は一番新しい学部です。で、私1期生だったんですけれども、半分以上はその海外在住歴のある友人でした。で、その子たちが時々困ってたのが、日本語でも英語でも論文書けないんだけどどうしようということです。で、もちろん話すことはできるんですね。日本語でのおしゃべりもできますし、英語でのおしゃべりもできます。ただそれが論理的に書くことということと結びついていなかったわけです。もちろん海外のインターナショナルスクール、アメリカンスクールで多少書くことはやっているはずなんですが、それが大学レベルに追いついていない。で、せっかくいい大学に入っても論文が書けなければもちろん単位は取れませんし、いい成績も収められませんから、とてももったいないです。で、それから、日本語で履歴書、それからエントリーシートが書けない。これも、就職活動最初の、関門は履歴書エントリーシートです。文章でいかに自分を表現することができるか、自分の長所をアピールできるかということが就職活動においては非常に重要になります。で、この履歴書エントリーシートがなかなか書けない、あるいは面接の時に敬語使わなきゃいけないのに敬語どうしようできないという帰国子女の、話をよく聞きます。で、学校の勉強も大学の勉強も、それから進学、就職、すべてにおいて重要なのは言葉です。言葉の力をいかに身につけることができるかということがお子さんの将来に大きく影響します。で、この言葉なんですが、言葉の背後にあるものについて考えてみますと、例えば、後ろで今写真撮ってるメラさんなんですが、メラさんもとてもこうパワフルで行動力があっていろいろな仕事を手掛けている人です。それから私の、帰国子女の友人の中にもそういった人がたくさんいますし、補習校の元生徒さんでも頑張っている子たちがたくさんいます。そういった人たち何が違うかと言いますと、自己肯定感なんですね。で、言語については正直言語の才能というものもあります。ですが、自己肯定感のある人というのは海外での経験、必ずプラスに生かしていくことができます。で、この自己肯定感が、一番身につくのが幼児期だと言われています。今の皆さんのお子さんの年齢、自己肯定感には一番大事な時期です。